全国207巻のみんなに届け福は内福は内。いやすごかったです。あのコスプレして来てくださる方いっぱいいらっしゃって、うん、で日本語でも話しかけてくれるし、やっぱりあの鬼滅の刃本当にいろんなところに浸透してるんだなって思いました、うん、はい、あの川西くんとね今度韓国、そうですね、ね、楽しみです。楽しみだね。あの、うん、川西くんにサランヘヨって言ってもらうからね川西さんと桜井さんメキシコにということでございますけども、はい、桜井さん楽しみですね。そうですね、川西さんにみんなの前でテアモって言ってもらおうかなとあやばいやばい、川西さんの負担がどんどんそうですね言ってもらおう、ね、じゃあ今日は皆さんに愛してそうですね、まあ、そういうことですよね。でもね、順番で考えるとやっぱり日本スタートの方がいいですから、皮切りに。確かにはでもおっしゃる通りね、まあ今回はこのまあライブビューイングということでですね、まあ全国中継もしておりますのでね。何巻中継してるんでしたっけ。207巻のすごい届きますよ。させていただいて皆さんおりますのでね、やっぱりね、あの歌詞の中にもありましたけどね、ね、絆を紡いでいくということでございますのでね、まあ、そんな思いをですね、ということでね、徐々にも振りをさせていただいておりますけれども、はい、ということでですね、ぜひじゃあもう皆さんすごいカメラ構え始めたから今取材の皆さんメディアの皆様もですねここはこのタイミングを逃すものかみたいな感じでということで、じゃあですねここでですね、このね、東京のそして全国の皆様にということでございまして、ハニーさんですね、はい、あちら奥で手を振っている、カメラがございますので、はい、あちらに向かってということでお一言賜れればと思います、はい、よろしくお願いします。はい、日本のまず皆様、鬼滅の刃愛してくださって、大変ありがとうございます、僕も皆さんのことが、大好きです。愛してます。やったー。わー、自然に言った。上手。おしゃれ。かっこいいです。おしゃれだったね。すごい。ありがとうね。バッチリ収められて今なんかこういう流れになると思ってなかったんだもうありがとうございます。いやもう一応こうになってるいやもうありがとうございます